お酒を飲んでいてめちゃくちゃベロベロで翌日覚えていないと死んでたと言えるんですかと。はい、おはようございます。アサヤメンタルクリニックの院長増田祐介です。本日は、私はいつ死ぬのか死の本質ですね。いつ自分は死ぬと言えるのか、死の定義について語ってみようと思います。で、これをね、まあ、学ぶことで、まあ、このテーマをね、見たりとか考えたりすることで人間の人生全体を見渡したりとかですね、ライフステージっていう概念を理解しやすくなるので、ちょっとですね難しいテーマですけど一緒に考えていきましょう。で、まあ、いつも話してますけど日曜日は死ですね、死を扱うということで、そして参考文献としてこのですですね、死とは何かという本をベースに語っていこうと思いますので、もし興味がある方はですね概要欄の方から、ちょっと読んでもらった、予習になります。はい。で、ですね、まあ、人間の人生っていうのを考えると、まあ、赤ん坊の状態で生まれますよね、まあ、みんな、まあ、子宮の中からとか受精した時から考えるっていう発想もありますけど、まあ、とりあえず生まれた時からにしましょう。で、赤ん坊の時、ね、子宮の時の記憶もね、記憶っていうか意識もあるとかね言ったりしますけど、まあ、赤ん坊の時からっていう形で、で、赤ん坊から子供になってだんだん意識が記憶の連続性が保たれるのが3歳ぐらいからかな、3歳か 4歳以降だと思いますけど、まあ、2歳の人もいますかね、2、3歳くらいからですけど、で子供になっていって、で思春期が入り大人になる、10代20代で30代の手前ぐらいまで、まあ、ある程度ね脳の成長があり、で脳の成長が止まってきて中年となり、年を取ると認知症になり、脳死で死っていうふうに流れていきます。もちろん途中でね認知症になる前に死ぬ人もいますけど、亡くなってしまう人もいますけど、基本的にはですねこういう流れを、長生きするとこういう流れになりますね。で、なぜこう言えるかっていうとですね、基本的には脳の老化の方が早いんですよ。で、まあ、胃腸が先に弱る人もいますけど、心臓とかは逆に強いんですよね。結構長生きします。なので、まあ、長生き、がんとかなければ認知症に先になって、どんな人もいつかは認知症になりますね。で認知症になって、で、脳がなくなっても、ね、前頭葉とかが、ね、ほとんど死滅しても脳死のような状態で生き流れることもできるし、最後は死という形ですねになっていくということです。まあ、これが人間の流れですね。じゃあいつ生まれていつ死んでるのかってことですよね。記憶の生まれた時が、ね、生まれた時いつから命ってあるのってことですよね。受精してからですか、それとも卵子の時からですか、精子と卵子の段階で生きてると言えますかと、ね、法律的にはね受精してから何週間ってありますけれども、それはあくまで法的な問題なのでいつからですかと、あると思いますね。でそこからまた何て言うのかな、生まれてくるんだけど最初の段階ってやっぱり覚えてないですよね、だから大人になってから振り返った時に思い出せる範囲から自分は生まれてきたのかというふうな考え方もできますね。いつから生まれたのか、だから人間って未熟なまま生まれてきてるので、生まれた時点ですでに完成されてるとは言い難いので、まあいつからでしょうかと。でここで思春期の入ったのをきっかけにですね、その脳の構成って変わるんですよ。性ホルモンの影響も受けるようになって、じゃあなので、中学生以降ですね、第二の誕生っていってもうガラッと変わるんですよね。今まで感じなかったことを感じるようになるし、人の目とか気にならなかったのが気になるようになってくるし、恋愛とかそういうね別の本能が出てきたりもするし、競争意識も芽生えてくるし、変わってくるんですよね。で変わってくるし、逆にもうちょっと中年に近づいてくると、そういう自分の中の本能というかリビドーみたいなものって落ち着いてきて、で理性で割とコントロールしやすくなるんですよね。でそこからが人間らしいとも言えるし、まあ、枯れちゃったっていうのも言えるし真の芸術作品はね、もうちょっとこの前の時に起きたり作られたりしますから、に完成してたりしてね、
もあるし、まあ認知症になった時にはね、自分の記憶が引き継がれてなくて自分らしい判断ができなくなってきて、自分のことも他人のこともよく分かんなくなってきたりしますから、進行すると。そういう時にはもうね、それは自分はもう生きてるとは自分は思えないって思う人もいるだろうし、あと脳死ですね、何にも反応できない状態だけども心臓が動いてる状態は、の時に体は生きてますからね、体は生きてるけどもこれは生きてると言えるのかっていうこともあるし、実際の死ですね、だけど遺伝子データが残ってたらそれは死んでると言えるのかとかね、あります。まあ、結構難しいよねと。どこからが死んでると言うのかって言いますけど、でも多くの人はですね、ここら辺なんじゃないかなと思いますね、死んでるって思うのは。だから重度の認知症もしくは脳死ぐらいから、まあ死んでるというように思うんじゃないでしょうか。だから肉体的な死というよりは、意識、私と呼べるものがなくなった時に死んでいるというふうに感じると思うんですよね。だから意識がない時に死んでると思っているのかもしれない。でこの本もそうですけど、面白いなと思うのは、じゃあお酒を飲んでいてめちゃくちゃベロベロで翌日覚えていない時、これは死んでたと言えるんですかということですよね。これは死んでるの、それとも生きてるのと。周りの人はうまく反応してるし、そんな酔っ払ってなかったよって言ったりとかね、そんな酔ってなかったよとか、ちゃんとまっすぐ普通に歩いて帰ってたよとか言うかもしれないですよね。だけど本人は翌朝って全然覚えてない時、これはその間の自分って何なのか、自分じゃない人間が生きてたのか、それとももう死んでいたのか、死んでいた自分が蘇ったのか、結構謎ですよね。じゃあ寝てる時はどうなの、逆に。寝てる時に夢を見ずにぐっすり寝てる時ありますよね。で起きた時に、それって自分は生きてたんですかと、死んでたのと一緒ですかと、いうのもあります。で事故があって、ね、2日間ぐらい意識戻らなかった時に、それは死んでたんですかと、まあ、臨死体験とか言ったりしますけど、わかんないですよね。あと意識はあったけれども人とね、こう交流取れない時には生きてると言えるんですかとか、まあいろいろ考えたりします。だから単純に意識がない時だけが自分が死んでるというふうになっていくと、じゃあ寝てる時はどうなんですかということになりますね。ただ寝てる時と死んでる時はほぼ一緒なんじゃないかっていうふうに考えているのがこの本の趣旨だったりもしますね。まあ面白い発想ですけども、と思います。あとは体が動きが止まった時、心臓が動きが止まった時が死んでるってことですかとか、あと冷凍保存ですね。冷凍保存されていた場合、一回死んでも100年ぐらい冷凍保存されていた時に復活できた場合、それは、死だと言えるんですかと。あとはですね、これからどんどん科学が進んでた時に、僕らの遺伝子がね、なんかこう粉末状みたいな、もうミリ単位の砂みたいになってても、そこから復元して遺伝子データがバーって出てきて増田裕介を復活させれるかもしれないじゃないですか、1万年ぐらい経ったら。それは増田は死んでたってことになるんですかとか、生き返るってことは死ぬとことと一緒ですかとかね、これも面白い概念ですよね。だからキリスト教的なものだと復活の日っていうのが来るんですけれども、復活の日が来るってことは死んでたと言えるんですかと。難しいよね。じゃあ寝てる時と変わんないんじゃないですかとか、とかね、いろいろあります。これもなんかまあ考えてみると面白いなと思いますね。だからいつ僕らは死ぬと言えるのか、あとはその冷凍保存されるために、自分からね、年老いた時に認知症になる前に冷凍保存されに行くのは自殺行為なんですか、それともただ眠りに行くことですかとか、宇宙旅行をする時にこうね、冬眠に入るんであればそれは自殺ですかとか、そもそも睡眠薬を飲んで寝ようとしているのは自殺行為ですかとかね、面白いなと思いますね。あとAI で再現できるかどうかですよね。だから今ってチャットボットみたいなものがあって、チャット GPT があって、いろんな受け答えしてくれますよね。で、うまくやるとですね、哲学者が答えたように会話してくださいとか言うようにできるんですよ。だからこれが進んでいく先には、増田裕介が言いそうなこと、まあ増田裕介をね AI で再現したいと思うかどうか分かんないですけど、まあ歴史上のね織田信長が言いそうなことをやってくださいとかできるわけですね。ではそしたら本当にもう他の人が見ても見分けがつかないぐらい精度の高い AI ができた時に、それは永遠の命を手に入れたかどうかってことですよね。増田裕介とほぼほぼ 100%、ほぼ 100%の受け答えをする AI が出現したときに、それはね、
意識はありますからね。人間ほぼ同じような意識をしたときに、これは、永遠の命を手に入れたと言えるんですかとか、まあ、これも面白いですよね。ただ人間ってその変化していくんですよね。だから子供の時と今の自分って連続性はあるように見えて結構変わってきてます。だから趣味趣向も違うし、記憶だってね全てあるわけじゃないし、食べ物の好みも変わってますよね。食べ物の好みも変わってるし、ね、やりたいこととか好きなことも変わってんだと、本当に同じ人間ですかって思うじゃないですか。だから変化していくってことは本当に自分と言えるんですかっていうのもポイントだな、面白いなと思いますね。だから自衛隊時代の僕と今の自分って全然違うので、キャラも変わってきてると思うので、緩やかに死んでるし、っていうとも言えますよね。緩やかにもう殺してきたとも言えるし、っていうのは結構ありますね。で、例えば AI とかだったら特にそうですよね。増田雄介の 100% みたいなのが出てきて、その AI がもし学習しなければ、それはなんか死んでるような感じがしますよね。もう200年前の増田雄介と同じようなコメントしてたら、なんか死んでるような感じがしますよね。新しい情報がアップデートされなかったら。かといって新しい情報がアップデートされていった AI は、例えば1000年後ぐらいの増田雄介が死んだ後にね、100% 復元された AI 増田雄介が1000年ぐらい経って新しいことを学習したら、もうこの1000年前のね、できた当初の増田雄介と全く違いますよね、この AI は。じゃあ同じ人間と言えるんですかとか、まあそういうふうにも思ったりしますよね。だから主観的に連続性が保たれていることと、生きていることっていうのはちょっと違う感じがしますよね。なぜなら眠るとか、成長するという変化によってその変わってきてるわけだから、っていうことですよね。でも緩やかに変わっているんであれば自分とも言えるかもしれないよね。細胞っていうものが入れ替わるにしても、細胞って変化してるじゃないですか。脳細胞も入れ替わってるんですけども、新しいものと古いものがね。でも連続性が保たれてるのは部分的に変わってきてるから、変化、一貫性が保たれてるとも言えるしね。難しいですか。まあそうだなと思いながら、ちょっとなんていうかね、自分の中で連想しながら話聞いてもらえたらいいと思いますけど、でもまあいろんな議題が出てきていろんなこと考えられますけど、まあ結論ですね、やっぱり曖昧な概念だなと思いますね。だから自我っていうものとか、人間の生きてるとか生命っていうものをなんかね、こう自己中心的に捉えたりするとですね、えらく複雑な論点になるんですよ。だから天動説を説明するためになんかこう複雑な計算処理が必要だったみたいな形で、これを一旦ですね、地動説に変えちゃうと、その星のね、軌道の計算なんて簡単になっちゃうんですよね。で、同じように自我の同一性とか私っていう概念をですね、一度放棄してしまえば何のこっちゃないんですよね。ただ人間っていうのはこういう動物なんだというふうに理解できたりしますね。だからまあそのね、なんかこう私は何か、私っていうもの一貫性があって唯一無二の魂がある存在なんだって思っちゃうとですね、なんか説明がつかないことが多くて、そうじゃなくて自分っていうのは緩やかに変化していくし、昨日の自分とね、10年後の自分っていうのは結構違うものになっているっていう、だから緩やかに生きてるし緩やかに死んでるってことが分かるとですね、まあ、なるほどなっていうのが分かると思いますね。そういう中でなんか法的なルールとかでね、なんか区分されたりカテゴリーされたりしますけれども、まあ自然っていうかね、宇宙というか、そういう視点から立つと、まあ、こういうことなんですけどね。まあそのまんま受け取るとね、分かりやすいんだけれども、なんか自分なんかね、固定観念で抑え込もうとするとちょっとぐちゃっとしちゃうなって気がしますね。はい、ということで、私はいつ死ぬのかというテーマで、お話ししました。はい、このライフステージの概念を皆さんも考えてみてください。はい、以上でこの動画あります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。